ツェッペリン NT 飛行中のツェッペリン NT 日本飛行船が運航していた。ツェッペリン NT ツェッペリン NT はドイツフリードリヒスハーフェンのツェッペリン飛行技術会社、ツェッペリンラフッチフテクニック GMBH で製造された反公式飛行船である。NT はノイエテクノロージ、ニューテクノロジーのイニシャルを示す。開発、製造を行った ZLT はかつて チェッペリン飛行船を製造した企業そのものであり、公式飛行船の骨組みを製造する技術をパラボラアンテナ等の製造に活かすことで現代まで存続していた。チェッペリン NT は全長75メートル、最大幅19.8メートル、高さ17.4メートル、体積8225立方 M の船体にヘリウムガスが充填されている。歴史的なゼッペリンは 公式で船体と機能が分離されていたが、チェッペリン NT は巡航式飛行船である。船体は3層に重ねられた PVF とポリスチレン、ポリウレタンが熱で接合されており、機能と一体となっている。さらに繊維強化プラスチック製の三角形のトラスが組まれており、合成を確保している。トラスの重量は 1000kg である。4機のプロペラが付いており、 船体左右とビブのプロペラで推進することで最高時速 125km で飛行が可能である。ビブに2機ついているプロペラのうち1機は方向転換用のプロペラで方向打のみに比べてより小回りの利く方向を転換ができる。これらのプロペラと方向打はジョイスティックによるフライバイワイヤで操縦される。従来の飛行船に比べて 取り回しが容易なので、地上要員が従来の機種に比べて少なくて済む。乗員は、船体前方下部のゴンドラに登場する。旅客定員は14名である。1997年9月に試作機として1番線、フリードリヒスハーフェンが進むぞらし、2001年8月に2番線、某点勢、そして2003年2月に3番線の計算席が建造された。 2019年現在、7番船までが建造されている。ドイツで、ゼッペリン NT を運航する、ゼッペリン輸送会社は2001年に創業した企業だが、かつて、フェルディナント・フォン・ゼッペリン伯爵の手で設立されたドイツ、飛行船運輸の名を継承している。1番船は2005年から2年の契約で、ダイヤモンド採掘大手のデビアスにリースされ、実質調査に従事していた。 2007年9月にボツワナで地上経流中突風により大破して修理不能と判定され解体された。2番船は2004年6月18日に日本の日本飛行船に引き渡され遊覧飛行や空中撮影などの事業に用いられたが2010年6月に日本飛行船が経営不振から事業を停止し破産手続きに入ったため7月に 埼玉県で解体された。ABCDEFGH 内外商船ニュース日本郵船の子会社日本飛行船の心臓飛行船引き渡し世界の感染通貫631州会認者 P169 ありがとうございます。